初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。みんなる人生年表。あれ、イエーイ。何？違うのよ。無視するっていういじめ。なんかさ、何なんかさ、みんなる人生年表。ちょっと可愛くいこうかなって。だけんだよ。この企画は、あと過去の挫折経験やターニングポイントを振り返って人生の流儀を学ぶ企画となっております。本日は吉岡春さんに来ていただいております。よろしくお願いします。猫の恩返し見てました。ちなみにね、今回の吉岡春さんも多分違う春さんで、あの、ザリガニを食べて育った野生児タレントだから。あら、どういうこと。エビよりザリガニが好きです。でもザリガニタツも大好き。え、ザリガニ美味しいよね。うん、美味しい。え、なんかこれ本来はそういう反応を求めてなかったみんな美味しいよね、大好き。何それは、ちゃんと食用のザリガニ。そうやね、そこら辺も含めてちょっとね、ちょっと人生年表を話していきたいと思います。はい、もう幼少期についてこう話していきたいと思います。はい、私一人っ子でして、やりたいことをやらせてもらえる環境だったっていうのもあって、すごいこう好奇心旺盛にこうどんどん育っていきまして、小学生の時に結構友達がツツジの花の蜜吸ったりしてませんでした。うんうん、あ、よく、うん、何でも口に入れる感じ。ピンクのね。あれもでも途中から犬のおしっこかかってるかもって言われて。そう、あ、そっか、すぐやめた。最悪。で、その蜜を吸ってるのを見て、こう地元に荒川が流れてたので、荒川の雑草に他にこう美味しい草はあるだろうと思って、荒川の雑草ほとんど全て食べたんですよ。毒とか大丈夫やったの？お腹壊したりしたの？お腹壊したりとか全然。食べたっていうのはこうつまんで食べたのか、ちょっと焼いて食べたのか、煮て食べたのか。その当時はもう生で食べるのが流儀みたいなところがありまして。変わってね。何歳の時に？小学校 4,5 年生ぐらいの時です。それはみんなに隠してた？それともみんなの前で？あ、もう全然みんなに、他にこっちの方が美味しいぞって伝えたかったんで、いや俺も雑草を全部食べるんだって。絶対すごい、なんか、この子変わってるって感じだったんじゃない？いじめられてない？いじめられるっていうか、むしろヤバいやつだな。そうですね、小学校とかヤベいやつみたいなのが。分かってないんでしょ。その小学校の図書館行って別に調べるわけでもなく、はい、もう目についた草はとりあえず食べるみたいな。公園の横とか通った時に、あ、これ食べてない雑草だなみたいな。あ、舌がピリピリするとか、なんかすごい。すごい、これ絶対ヒコがかってたんじゃない？え、それって推奨はもうやめたよね。そうですね、毒とかあるかもしれないから。いつからやめることができたんですか？ね、薬物じゃねえよ。やめることができたんです。そうだけど違うんだよ。確かにそういう成分入ってた可能性あるから。わかるな。それで言うと今もちょっとこう食べたりとか。やっぱりやめれない姿勢があるんだ。でも達也さんが憧れてるあのキーナさんもね、それだから違う草なんでしょ。それは次待って、違う草じゃないよ。キーちゃんは雑草好きな、ガーデニングとかが好きなの。あ、そうなの。あ、そっち食べろ。なんや、俺もう当然のように吸ってんのかと思った。いろいろなんかこういうちっちゃいけないもの見るんですよ、観葉植物だったりとか。違う、食べはんのよ、あの人も。山の食べれる草をね。食べれる草でしょ。そう、あの彼女はちゃんとあの知識があって、ね、料理が好きだからね。そうそうそう、それはね、またキノコとかと一緒の類いやから、うん、ね、進まない全然。まだ草、なんか草をやめたからかの話。つくしは草に入りますか？つくしも食べてます。荒川の雑草の中で一番美味しいつくしなんですよ。でしょうね、食べれるもんだから。いや、もうびっくりしますよ。七草がゆとかあるじゃないですか、うん、やっぱり美味しいんですよ。でもつくしもでも生で食べないでしょ。つくしは焼くんじゃない。焼いたり茹でたり。つくしも生で食べて美味しかったんで料理しました。美味しいんだ。いや、もっと美味しくできると思って。あ、料理もちゃんとしたんだ。そうですね、まあ、基本生食なんですけど、美味しいものだけ料理するみたいな。でもこういう人がおるから我々って今ご飯食べれてるんやろなとも思うね。確かに昔の人とかさ、カニとかさ、カキとかね、そう食べてみようと思ったやつ異常者じゃん。そうだよね。あと牛乳もそう思うが、うん、乳をさピャーって出して、あれ動物の乳を吸ってみたらええんちゃうってなったやつ。循環かなんかの一種から始まったと思ったよ、ね、牛乳って。春さん、はいはい、申し訳ないんですけども、これ何かが始まるとすっごい長くなる人たちなので1時間くらいかかるの。
じゃあもうポン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 行きますね。ポンポン行った方がいいと思います。すごいやっちゃうから。そこの時にこうザリガニとかもアラカで取って食べたりとか。生で食べてたの？ザリガニはさすがに汚いやんな。臭かったりしたんで。そうだね。公園の水飲み場ってこう石でできてるじゃないですか。そこにこうバーってこすって茹でて食べるとか。公園の太陽で温まった石にこすって、そうですね、なんかとりあえず泥を落とさないとおばあちゃんに怒られるって思ったんで。おばあちゃん何その野生的な。泥は落とした方がいい。もう最近あれだから人食いバクテリアっていうのが流行ってる。嘘、それはちょっと嫌だね。あれもやっぱ傷口とかから泥、土の中にあるバイ菌が入って、最初は足先だけちょっと痛いってなったら、お昼にはもう膝まで来るんだって。長くなりますよ。3分の1は死ぬ。ちなみにそのさっき雑草を食べるって言ってたじゃないですか、はい、ザリガニをこの捕まえて持って帰るんですか。そうです。食用細かくないそれも細かいよね。そのもう捕まえても現地調達で、はい、って帰っておばあちゃんに怒られるっていうことは、おばあちゃんもそれを食べるってこと。それはじゃあ嫌だ。おばあちゃん一番最初に自分一人で食べて美味しいよって言ったらおばあちゃんにあげたりとか。おばあちゃんそれ見て食べてるの見てどう言ってたの。美味しいのって聞かれてる、やめなさいとかじゃないんだ。ザリガニはどうやって捕まえてたんですか。結構何でもザリガニ捕まえれてたんで、草とかでこうやってチュンチュンチュンってやって手でパクとか。ところでハルさんは今おいくつぐらいなんですか。今23歳です。わかん。実はこう家庭環境が結構複雑でして、うん、父親がこうネグレストと言いますか、はいはい、まともに会話したのがもう8年前とか、会話をしてなかったので結構周りに気を使うみたいなことが多い幼少期を育ちながらこう過ごしてたんですけども、父親とこう旅行に行った記憶とかも本当に小学生とかの小さい頃しかないぐらいな、うん、ご飯とかもほぼ弁当みたいな感じだったり。ご飯一緒に食べたことあるのかな、うん、かもう記憶にないぐらいな。一人親世帯って言ってたっけさっき。一人っ子で、あ、一人っ子やったんや。お母さんもお父さんもいるけど、お父さんとあまり会話がなかったとか。そうですね、まあ、でもそういうのはね、お父さん仕事ばっかりやっとって子供の育児に参加してくれへんかったみたいな、多分、ね、そうですね。ネグレストまで行くかどうかは分からへん。ちょっと分からないです。お母様は料理してくれたりとか。母方の祖母が一緒に住んでたので、祖母がこうお母さん代わりこう料理とかしてくれて、母がこうあの父親代わりじゃないですけど、学費とか習い事の費用とかを払ってくれるのが母親。じゃあお父さんも働いてなかった。お父さん働いてはいたんですけど、本当にこう何をしてるのかも分かんないぐらいな、関わりがないというか。ちょっと難しいですね。お父さん働いててっていうことやと思っとったかな、完全に。そういうのもあって、やりたいことはやらせてもらってたので、うん、学生時代こうストレートに、ストレートとかに、あ、ストレートです。ストレートえ、なんだっけ。で、学生時代はストレートっていうか、この後なんかいろいろ元気ないのか。こう、性格がね、こう、ね、このことをすぐ友達に言ってしまうようなタイプだったので、例えばそれが原因でいじめになったりとか。デリカシーがない、うん。例えばどんなこと。ちなみに私にちょっとストレートに言ってみてほしい。あ、確かに見てね。言ってみて。ちょっと喋りすぎかなって。おいおいおい。お前吉岡春つうのか。そうなのか。そうか。まあ確かにそうなのよね。喋りすぎるのよね、私ね。思ったことパッて言っちゃう性格だったので、はい、こういじめっ子とかにも、うん、いやお前何してんねんみたいな、すぐ言っちゃうみたいな。目つけられたんだね。だって結構いじめの対象になったりとか。どんないじめ。どんな部活でこう関わりがある子だったので。何部だったの。バレーボール部でした。一緒。ダンスとか言ってた。そこそこじゃない。ダンスじゃないから。でもそれ男の子言わへんねん。だから俺やめた。でも分かんない。バレーボール部でありがとうございます。言ってなかったの。アタックナンバーワン見た。アタックナンバーワン見てます。ああ、よかった。そういういじめだったんじゃない。アタックナンバーワン、ほら、あの上戸彩ちゃんがあれなんじゃない。なんか食べようとしてた草に除草剤巻かれるとか。バレーボール見て終わり、その話。何されたのよ。先輩のバッグの上にバッグ置かれたりとか。あれ言いがちなんですけど、靴隠されるとか、はぶられるとか。はいはいはい。無視されるみたいな。ルーラインにいないとか、そういうのは結構ありました、うん。そしてね、私こう、うん、今芸能界入りしてるんですけども、あることをして芸能界入りを果たしました。はい、それが、当てます。何でしょう。原宿で4時間歩きまくってスカウトされた。それだから台本に書いてんだよ。台本に書いてんだよ。お前喋りすぎ。ボケるんだよ。話しこと言わないの。問題よ。あ、そうなのか。まあ、大喜利タイムやったでしょ。なかなかないですよ。振って後悔したなと思った。
みんなのアルバイト。4時間歩いてさ、スカウトっていう時代でもなくない？23歳でしょ。そうですね、何歳の時？18歳の時に原宿を4時間歩いて芸能界を入ったんですけども、なんか親友だったんですけど、もともとアイドルとかタレントとかやってる子で、こう一緒に歩いてると〇〇くんですか、握手してくださいみたいな、写真撮ってくださいみたいな、すっごい言われてたんですよ。それ見て、いやわしはいって思って、絶対お前より有名になるわって言って、でわしわい、なんか新しい土地系の性格も入ってたんだね。白い。あと友達の話するときなんか過去形やったけど、今は友達じゃないってこと。今も仲いいですよ。今も仲良くなったんですけども、そこで、まあ、その当時こう芸能界とかそういうのに入るにはスカウトしかこう思いつかなかったんですよ。うん、そっか。で、まあ、スカウトといえば原宿だろうと思って、確かに、もうスカウトされる前に毎日原宿歩いたろうと思った1日目がこの日でしたね。4時間1日こうずっと表参道から竹下のとこぐる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 回って、スカウトされたのがきっかけで芸能界入りを。ちょっと私も歩いて行こうかなって。どうやって歩いてるんですか？スカウトの方がこういっぱいいるポイントみたいな。そんなポイントがある？今も原宿ってスカウトする人おるの？最近もう SNS の時代やん。そうですね、まあ、SNS で声かけられることもあるんですけど、実際こう原宿とか歩いててもやっぱ今でもちょっと声かけられたりとかもあるんですよね。あるんやん、はいはい。やっぱ発掘じゃない？ SNS やってないけどとんでもない美女とかさ。だからでも少ないで、その結局さ、もう稼げる人で稼ごうっていう手法やからさ、これから育てようみたいなってあんまないね。ああ、逆にね、珍しいんじゃない？結構珍しいと。え、コロナ前ですか、これ？2018年の時。ああ、じゃあまだ前やね。19ぐらいから、はい。なんて声かけられたの？アイドルをやりませんかって。一番最初は配信のアプリのあれで1位取ったモデルとしてこう写真出させてあげるよみたいな。あれはね、やり口よ、あいつらの。その当時はもう声かけられた、よしみたいな感じで、1位取ったって何にも出てないんだから、ああいうの。そうですね、なんかその時も配信で実際に1位取れたんですよ。おすごいじゃん。はい、取れたんですけど、こう雑誌に載るって言っても、そういうやつでしょ。ちっちゃい子も枠でこう。でそのくせ何パーセントか持っていくのよ、やつらは。そんな感じ。あの1位になるにはいっぱい泣き銭がもらわれなあかん。そうそうそう。それは最愛の母の急死。ですね。母が一昨年に急死しまして、死因としてはそのエコノミー症候群みたいなので、こう血栓ができてそれが詰まったんじゃないかという話だったんですけど。